ピーピー始まるよ。はい、今日はゆなちゃんがここにいるんですけど、ゆなちゃんに誕生日サプライズをしていきたいと思います。ここに箱があるんですけど、ここにお菓子をいっぱい詰めてサプライズしていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。それではどうぞ。どこにお菓子を入れるか配置を考えます。よし、オッケー、こんな感じです。すごい。で、開けたらバン。すごい、かわいい、めっちゃかわいい。ちょっと先描きます。はい、こんな感じでーす。じゃん。はい、じゃあ一回ね、これやってみます。じゃあ、押さえてみます。ありがとう。あ、いける、いけた、イエーイ、すごい。ちょっとここもパンパンなんですけど、完成しました。はい、こんな感じでーす。それではサプライズやっていきます。目つぶって、ちょっと待ってね。唐突に目つぶって、罰ゲームがあります。え、どういうこと？目をつぶってあっちに行くまで。どういうこと？ちょっと待って、怖っ。いいんじゃん。目つぶって。何もしてないんです。今すぐですか？うん、目つぶりながら行くんですか？うん、開けないでね、みんな、はい、開けちゃダメだよ、はい、じゃあこっちから整理すまって、今しゃがんで大丈夫ですか？いいよ。目つぶる。まだ目開けちゃダメだよ。まだ開けちゃダメだよ。じゃあ目を開けてください。え、何ですかこれ。何ですか、どこですか。これじゃあ罰ゲームなんだけど、はい、開けてください。いや、どうぞ。まだ私だ。いや、やだ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 。気をつけて、最初だけ、気をつけて、最初だけ。いや、どうぞ。え、なんで、なんで、一番最年長なんで。え、ちょ、いけますよ。あれ、いや、無理です、これはさすがに。うん、嫌です。じゃんけんでいこう。いやです。平等に。さすがに無理です。いやです。ひなちゃんどうぞ。一旦じゃんけんしてみるんだ。一旦じゃんけんしてみる。寿司グー、チキンプイ、グレッション。勝った人かな。勝った人。え、マジで？一人だったから。一人だった。どうぞどうぞ。どうぞ。え、嫌なんだけど。ゴキブリが出てくる。よくないよね。よくない。え、待って、なんか怖いんだけど。爆発とかじゃないよね。ちょっと待って、行くよ。でも意見言ってはいいんだけど。びっくりした。めちゃくちゃめちゃくちゃ。ありがとうございます。びっくりした。イエーイ、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかってことはこの二人目つぶってなかった。つぶってなかった。ちょっとちょっと。でも開けた瞬間はびっくりしました。開け方がすごい。初めて見たこれ。え、作ったの？作ったんです。すごい。え、すごい、ありがとう。ここにメッセージ。すごい、すごい。イエーイ、おめでとうございます。ありがとうございます。ゆながヘアメイクしてる間に作ってたの。え、すごすぎ。え、すごい。え、すごい。え、すごい。これ TikTok とかでさ、よく出てくるけどさ、絶対一緒作れないわとか思ったよ。え、すごい、これ作ったんだね。だねー。すごすぎて。絶対なんか虫とか毛だって罰ゲームって言うから、虫とかだと思ってた。え、すごい、なにこれ、パカってなんの？かわいい。何の罰ゲームだと思いました？なんか指令が書いてあって、その周りになんかちょびちょびちょって書いてあって、そのお題をクリアせよみたいな感じかなと思った。確かにちょっと面白そうですね。面白そう。じゃあ企画でやるかな。え、すごい、ありがとう。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。
ファンクラブですかこれ。ファンクラブかもですね。ありがとうございます。え、あ、だから私に やるそうなんです。してたの。そういうことね。勝ったのになんでだろうと思った。え、すごい可愛いね、これ素敵な一年にしてください。素敵な一年にします。ありがとう。ということで、あの、可愛い二人に祝ってもらっちゃいました。皆さん、ぜひ高評価お願いします。もし、この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。